大船渡港周辺の空中写真。画像左上付近が大船渡市役所のある聖地区。その南側の港の西岸に広がる市街地が大船渡町地区である。1977年撮影の15枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。JR 大船渡線の車窓から 湾工防波堤と太平洋方面を望む大船渡魚市場と大船渡港南側から見た大船渡港と大船渡市街地大船渡港は太平洋に開けた大船渡湾に面している日本の港湾岩手県大船渡市に所在し岩手県が管理する重要港湾である県の南東部に位置する港で北隣の釜石市に位置する釜石港に次ぐ規模貨物取扱量を誇る 県内重要港湾である。八百八十七年には日本海軍軍艦、来年が入港し、天然の良好であることが認められた。その後、港湾の整備はほとんど進まなかったが、九百二十二年に内務省の指定港湾となり、九百三十二年に自極供給事業、例外対策として野野田地区において港湾改修に着工し、九百三十六年に 水深マイナス7.3メートル岩壁1バースが完成した。一方、これを前後として、背後地への連絡の動脈たる国鉄大船渡船が開通し、港湾に大きな影響を与えた。1948年には、大船渡航改修事業計画の策定に伴って、岩壁の増築等計画に着手し、茶屋前地区に1955年、 水深マイナス6メートル岩壁、水深マイナス4メートル岩壁が完成した。1957年5月、東北開発関係法以来、大船渡港の重要性はさらに増し、小野田セメント、大船渡工場などのほか石油基地としての利用が活発化された。1959年6月に、岩手県では3番目の重要港湾として指定され、 翌1960年には茶山市区に水深マイナス9メートル岩壁1バースが完成した。政府は1960年の地理地震津波を契機として特別措置法を制定し、これに基づいて地理地震津波対策として直轄施行によって1963年湾工防波堤の築造に着手し、4年の歳月と19億円の拒否を投じて、 日本初の深海防波堤の完成を見た。1968年、茶屋前地区工業用地に木工団地が建設され、輸入木材工が建設されるとともに、木材輸入の特定工に指定された。1970年には長浜地区の木材工が完成し、1972年には茶屋前地区に、 水深マイナス6メートル岩壁105メートル、さらに1975年には水深マイナス9メートル岩壁の2バース目が完成した。野野田地区では1974年に策定された港湾計画により、1988年にマイナス7.5メートル岩壁2バース目が、1989年にはマイナス13メートル岩壁1バースが完成した。 1993年3月には、長浜、山口地区の公共不登、茶山江地区の旅客船不登及び、湾港防波堤周辺地区の公共マリーナ整備を、骨子とし、2001年を目標年次とした港湾計画が決定され、現在、水深13メートル岸壁などの整備を進めており、今後、港税は一段と躍進するものと期待される。長浜、 山口地区の公共不当の供用が開始されれば、外国貿易定期便の便数や不残港以外の海外の主要港とも定期航路が設置される予定である。2001年7月に、それまでの函館税関釜石税関支所、大船渡出張所から、機構改正によって新たに函館税関大船渡税関支所に昇格した。これに伴い、釜石税関支所は、 箱館税関大船渡税関支所釜石市張長所に降格した。2003年9月までは警察、海上保安部とも警備級南船舶の配置がなかったが、同年10月1日より大船渡警察署に警備定算陸が配置された。2005年にはポートオブザイヤー2004グランプリを2009年にはクルーズオブザイヤー2008特別賞を受賞した。 2007年4月下旬には、岩手県内初の外国貿易コンテナ船の定期航路が、韓国の不残港との間で開設された。海運会社は、韓国の港和海運、日本総代理店は、三栄海運である。便数は毎週土曜日。これにより、大船都市は、岩手県内において、唯一の海の国際玄関口となった。これまで、 岩手県内の物資の輸出入は遠く離れた仙台港や秋田港、横浜港から行っていたが、大船渡港不残港の定期航路開設により、物資のほとんどが大船渡港を発着することとなった。クルーズ客船、アスカが2005年まで寄港していたが、同船舶の引退に伴い、2006年にクルーズ客船、アスカ2が入港した。 2007年3月30日に第一便が就航した大船渡港と韓国、普山港を結ぶ外国貿易定期コンテナ航路の取扱実績がまとまった。同年4月から9月までの半年で輸出入合わせて 1309TEU。取扱量は増加傾向が続いており、9月は1週あたりの平均取扱量が約 90TEU と、 港湾関係者が目標として挙げる一周 100TU に近づいている。輸出主体で冷凍水産物の割合が多いなど全国の地方港にはない大船渡港の特徴が明らかになっている。今年度上半期の貨物取扱状況は大船渡市が同年10月12日に開いた記者会見で明らかにした。 4月から9月までのコンテナ取扱量は 1309TEU。この期間は週1便ペースで23回寄港した。このうち実際に荷物が入っているミイリコンテナは 785TEU。同市によると取扱い総数は空コンテナを含めた実績を示すのが一般的だという。1便平均の取扱量は 57TEU。 1>, 1ヶ月ごとの推移で見ると、4月は 21TEU であったが、その後、5ヶ月連続で前月を上回る実績が続き、9月は 448TU と一周平均で 90TEU となった。大船渡市、経済界が目標とする初年度のコンテナ取扱い個数は 4757TU で、1便平均で 100TU が必要。 県外外の民間企業を中心としたポートセールスを担う関係者も今週までに 100TU を掲げるが3桁となる取引も8月に1回、9月に2回あるなど目標としている数値に近づいている。輸入は 648TU で輸入は 661TU とほぼ同数。ただし輸入のうち空コンテナは約半数を占めるため 民入りでの実績を見ると、輸出の方が多い。輸出が輸入を上回るのは、国内地方港でも珍しいケースである。輸出の4分の3が水産物を占める。冷凍水産物は、温度管理ができるリーハーコンテナによって運ばれる。大船渡や気仙沼など、三陸沿岸で、水揚げされたサバやカツオといった、冷凍水産魚が主体で、普山を経由後、中国やタイに輸送される。 これまで仙台や京浜地区の港を利用していた荷主が大船渡を選ぶケースが多く見られるようになった。ドライコンテナによる輸出は紙類やプラスチック類が多い。一方、輸入は県内陸部からの工業機械部品の利用が本格化している。季節にちなんだ商品需要などから雑貨類も増加しているとのことである。 定期航路を開設しているのは、韓国の大手戦車の港和海運で、小名浜、仙台潮釜港を経て毎週末に、大船渡港に寄港。コンテナターミナルは、岩手県内最大水深のマイナス13メートル岩壁が共用している、野野田ふ頭に県が整備し、200クレーンは、大船渡市内の経済界が中心となって立ち上げた、大船渡国際港湾ターミナル共同組合が、 設置した。今後の冷凍水産物増加に対応できるよう、リーファーコンテナ用の電源設備といった、港湾機能の充実、ドライコンテナの取引拡大、荷主へのサービス向上などが求められている。甘竹活動大船渡市長は、水産品輸出が当初の予想よりも多く推移している。全国的にも注目され、航路開設によって、大船渡に、 事務所を設置した企業もあると聞く。1日も早く目標の数値まで持っていきたい。とコメントした。大船渡市、大船渡市土地開発公社は、大船渡港直結の約4.5ヘクタールの大船渡港北部工業用地への企業誘致を行い、2010年に安倍町商店が大船渡食品工場を設置した。ありがとうございます。